おはようございます。2015年2月3日火曜日6時5分になりました。節分ですね。今年は西南西でしたっけ、が恵方で、そっちを向いて恵方巻きを食べるというの、まあ恵方巻きはね、そもそもね、関西が発祥で、でもって今全国的なイベントになってますけども、ご存知の方はあまりいないかもしれないですけど、これ海苔屋さんのキャンペーンですから海苔屋さんがなんとかして海苔売ろうということで、バレンタインのチョコレートのと同じです。お菓子屋さんが仕掛けたのと同じように海苔屋さんが仕掛けたイベントで、もともとそんなイベントというかあれはあったみたいなんですけど、行事がそれをですね、どんどん広めて全国展開したっていう、この海苔屋さんの勝利ですね。マーケティングの、もう古くはね、有名な土用のうなぎ平賀源内が仕掛けたマーケティングと同じなので、そういうこともこうね、楽しみつつ海苔巻きを一本丸かじりしていただければと思いますが、さて、ですね、今日は産経ビズから東京三菱東京 UFJ 銀行が人間型接客ロボを導入、身長58センチで愛嬌なる動きということなんですけども、ロボットはね、これソフトバンクのペッパー、あれを作った会社でもあり、ソフトバンクが出資しているフランスのアルデバランっていう会社なんですけど、ロボット会社なんですけど、そこが作ったやつで、だからデザイン的にはね、ペッパーと顔とかすごい似てるんですよ。ただこっちは身長58センチなんで、そんなに大きいもんではないんですけども、大きい、小さくもないですね。テーブルの上というか、そういうところにこう乗っかって、でもって一応なんか接客っていうかしてくれるみたいなんですけど、なんかATM はどこっていうと、こちらですみたいなことをなんか言うみたいなんですけどね。住宅ローンの窓口はって聞いたら何番ですとかっていう、なんかそんなことをしてくれるみたいなんですけども、もう完全に人寄せパンダっすよね、こんなのって。一応ね、業務の効率化にもつなげるとかって書いてありますけど、そもそもですね、銀行にこういうエンターテインメント、記事には店舗のエンターテインメント性を高めるとともに業務の効率化にもつなげるって、エンターテインメントいるのっていう、銀行になんでエンターテインメント性がいるのっていうのが私にはいまいち理解ができないとこなんですけども、そういう銀行とかって、エンターテインメント性持たせて、その銀行業務に関係ないお客がいっぱい来ることって良しとするんでしょうかっていうね。要は不必要にいろんな人が出入りするようになってくるっていうのは、果たして銀行的にはセキュリティの面で OK なのかなっていうのが、私にはすごくよくわからない気がしたんですね。で、業務の効率化には、現状このレベルだと全くつながらない気がするんですけど、どうなんでしょうかね、その辺が。一応なんか日本語以外にもいろんな言語もこいつは喋れるみたいなんですけども、でもそれって窓口の対応だけ英語フランス語とかできても、その行った先の窓口が結局なんか英語とかフランス語できる人でなかったら意味がないわけであって、それってどうなんでしょうねっていうのが、私的には非常に不思議な気がしてて、完全に、今日の注目ポイントにも書きましたけど、人寄せパンダ超えられるのかっていうね、このレベルだと全然その人寄せパンダ以外に何があるのかなと。で、また銀行っていう性質上、そういう人寄せパンダ的なものを店頭に置いておくっていうことの意味合いがどれぐらいあるのかなっていうね、なんかそこで物を売るっていうね、去年12月、
11月ぐらいです、まあ、12月からスタートしてるみたいですけど、まあ、あのネスレの、コーヒーメーカーかなんかをそれの販売のために家電店とかで、ペッパーが接客するとかっていうのはありましたけど、あれはね、まあ、まだわかるんですよ。その物を売るために人よそファンダーになるっていうのはそれはすごくよくわかるんですけども、そんなにみんなあの銀行口座作りたいとか住宅ローン借りたいとか思ってるわけじゃないし、どうせ行くならこいつおるからこっち行こうかってそんなことにはならないですからね。だからこれ何のためにこれを置くのかっていうのはいまいちね、三菱東京 UFJ さんは何を考えておられるのかが今一つよくわからない。ちょっとこういうところであのロボットの間違った使い方になってくるんじゃないかなという気が しないでもないんですけども、まああの一応ここもですね、あの IBM のワトソンなんかも導入するということを決めてるみたいなんですけども、まあ、そういうものとねバックグラウンドでつないでいって、でこいつがもっとちゃんと喋れるように、その簡単な手続きとかね、そこまでこう受け答えができるようになってくるとかになればかなり違うのかもしれないんですけども、これがあるからって言って子供がいっぱい、銀行に来たところで銀行としては嬉しいのかなっていうね。で子供がいっぱい来てロボットを触ったりなんかして、これあの触って落としたり壊したりしたらえらいことになりますからね。だからそこに多分あの警備員さんがついて、ああもう近づかないようにって近づかないってようにとか言ってたら、接客のためのロボットなのに近づかないようにって意味がわからないことが多分あの現場では起きるんじゃないかなと。もうその1、2店舗試験的に置くっていう、多分こういうあのプレスリリースのためにやってる、多分置いてても、そこには直接話しかけられないか、またこいつの前に列が出てみんな話しかけるのに列ができてるみたいな、もうなんかわけわからないっていうね、それやったらとっとと窓口行けよみたいな感じになっちゃいますけども、おそらくそういうあの人寄せパンダになるんですけども、これは本当その何のためにやるのかがだんだん目的が間違い始めたなと。そろそろこういうね、不思議なロボットの使い方とか人工知能の使い方、単にこう人寄せパンダ的に使うものが増えてくるんじゃないかなと。で、そういうこう楽しい間違いが、春に向かって、まあ春なんで、そういうそのちょっと、楽しい間違いをしてくれる企業がいっぱい出てきたら、それはそれでまたね、いろいろ面白いのかなというふうに思ってますけども、さていかがでしょうか。そんなことで、6時14分になりました。もう何度も言ってますけども、ね、10日後ですね、来週の金曜日、2月13日の金曜日、13日金曜日なので、夜9時から本当は怖いインターネット人工知能編ということで、ネット配信やります。ちょっとね、ユーストでやろうか、もう YouTube のライブでやろうか、なんかちょっとね今悩んでるんですけども、どっちもどっちなんでね、ユーストはこうコマーシャルが入るっていうのがどうもね、イラッとしますよね。だからその辺もうちょっとこう考えて、テストしながら、いろいろやってみたいなと思ってますんで、詳しくは、そこに書いてある URL ですね、にちょっとアクセスしてみていただければなと思います。それから毎週水曜日の週刊 IT トレンド X の方でも人工知能とかロボットの話いろいろしてますんで、よろしくお願いします。そして、私のこれね本業なんですけど、まあ、ホームページのね、ビジネスにしっかりこう使いたいと、でそこからの集客とか、あるいは、契約にちゃんと結びつけるということをですねやっていかないと、企業はぶっちゃけね言うと、ホームページの制作会社任せにしてたら絶対ダメですよ、そんなの。ちゃんと考えないといけないんで、そこのちゃんと考えるお手伝いさせていただきますんで、よかったらそちらの方もよろしくお願いします。ここのページにもいろんなヒントとかも書いてますんで、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。